はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、鉄血鉄系です。はい、そして明日はメンテビになるので、更新情報を一緒に見ていきますか。はい、まずはラッキースター。はい、こちら10人ガチャですね。はい、10人ガチャはまた下の方に、美少女楽園だとか、仮想の集いなんかがあると思うので、そこら辺で揃ったら一斉に説明していきますね。はい、から週刊基金。はい、週刊基金いきますね。はい、こちらに関しては1000円払うことで、まあ、覚醒誕だったり、元宝をもらうことができる課金イベントになっていますが、まあ、同じ1000円だと軍令の方が課金効率いいので、まあ、基本的には軍令の方優先ですね。はい、こちらはかなり優先度低めかなと思います。課金効率そこまで悪くはないんですが、はい、そしてお土産販売車来ますね。はい、こちら明日は陸力同心悠々自適ワガン愛護乱栄ココと、はい、4種類の課金アイテムが実装されますが、まあ、基本的には覚醒炭を大量に購入できる課金イベントですね。まあ、ただ別に課金効率いいわけではないので、まあ、本当に急いで覚醒炭を集めてるハイ課金の方なんかがここから覚醒炭まとめて買ったり、まあ、あとワガン愛護なんかは出会いガチャで使える恋文なんかを買うことができるんで、まとめて大量に。ちょっと重ハイ課金向けの移動式販売車ですね、こちら。はい、私の嫁のチョコメちゃんがホーム画面にトラックで突っ込んでくるんで、お気をつけください。はい、から美少女楽園だったり仮想の都度いきますね。はい、10人ガチャ明日またメンツ変わりますが、いいキャラクターいるか一緒に見ていきましょう。はい、まず美少女楽園から見ていきますか。明日は本田忠勝、井伊直虎、王仙、滝川一益、山中鹿之助、星熊道士、佐々木小次郎、伝太、徳川家康、大谷義次の10名がガチャに並びますが、はい、こんな感じで10人ガチャっていうのは毎週10名の副将ちゃんたちが入れ替わりでラインナップとして並んで、美少女楽園の場合大体2ヶ月ぐらいするとまたこのゲームに再販されるというような立て付けになっており、まあ、今このシステムを利用して毎回ガチャに並ぶたびにちょっとずつ絆貯めていくことで、二次キャラクターなんかでも美課金でも安く集められるようになりました。はい、でこの表の見方としては、黄色が奥義的に優秀なキャラクター、ピンクがその次、水色がその次、色なしに関しては奥義に関しては見送り対象と、であと名前が赤字太字のキャラクターはスキルが優秀な副将ということで、まあ、今回ですね、忠勝と佐々木小次郎が赤字太字になってますが、まあ、忠勝は前からある復活時に援護をつけるスキルを仲間連携スキルでつけることができる副将ちゃんで、佐々木小次郎に関しては今回新たに MR を暴かして主体副将に対して 5% 以上のダメージを受けるたびに攻撃してきた敵の生後バフを解除するというような、まあ、バフ解除機能を副将につける、これまた汎用性の高い仲間連携スキルの副将ちゃんが出てきたということで、まあ、特にタンクなんかにつけるとかなりパフォーマンスとしては上がるかなと思いますんで、まあ、タンク使ってる方で特に復活系タンクでローコストのタンクなんかを使ってると相性ぴったりですね。なんで、まあ、私的には佐々木小次郎一押しになりましたね、絆ちょびだめするなら。で、奥義はいいなおとら一応ありますが、まあ、これ水色なんで急がなくて OK ですね。はい、そして仮想の集いガチャ、こちらの方は明日真田幸村、東卓、大竹丸、高天下、流氷、東潤、北条、ジアス、ネネ、チャチャ、千輪となってますが、まあ、東卓か北条、ジアスですね、ここら辺から奥義的には貯めていくのがいいかなと思います。で、まあ、それ以外のキャラクターに関してはそこまで急ぎではないかなってことで、まあ、今小生の望みなんかからもキャラクターゲットすることできるんで、まあ、ピンクまで取ったら箸休め会にしちゃってもいいかもしれませんね。はい、そしてラキスタ、こちらの方は明日芝生、関羽、真田幸村、高天下、呂布、高尊さん、武田信玄、出雲の奥に石川五右衛門、片倉小十郎、はい、という10名ですが、まあ、関羽と高尊さんが奥義が超優秀ですね。はい、まず関羽の方は劉備と張飛と組んで HP8%、 HP 最大回復率 2% が上がったり、その他にも UR2 体 SSR2 体組で攻撃力 6%、 HP 上限プラス 10% 上がる奥義、はい、だったり体力が上がる奥義なんかにも二次キャラクターなしで絡んでおり、美課金目線でも狙いやすい上に奥義の効果幅も高いというキャラクター。はい、同様に高尊さんの方も UR と SSR だけで HP7% 上がったり防御力 9% 上がったり、はい、さらには貫通系ですね、物理砲術貫通120も上がる奥義だったり、知力と敏捷がレベル掛け30上がる奥義から、物理砲術防御力がレベル掛け25が上がる奥義と、はい、全部 UR と SSR だけで組まれる奥義が5種類もあるということで、はい、この2人おすすめ度高いですね。でそれが終わったらこのピンク色に流れていくっていうような形でラキスタは絆貯めていけばいいかなと思います。はい、しっかり貯めていきましょう。はい、そして綺麗多彩だとか祝儀風、はい、も来ますね。はい、綺麗多彩の方は明日白鬼水鏡雪女いい直虎小キビが一斉に登場。あれ待って、はい、明日キレ多彩ガチャのラインナップこちらですね。白鬼から始まる5体、まあ、小キビ来るのナイスですね。ナイスなんですが、今週が猛角から始まるこの5体が今終わるところで、今日でその前が連覇たちのところまでここまで来てたんですよね。で劉備、寛平、白鬼のこの、まあ、今回の小キビたちも含めた3枠飛ばして猛角たちだったんで、まあ、これ戻るとしたらまた劉備ちゃんから戻るかなと思ってたんですが、1個前の白鬼に戻ってますね。待って、これこの2人完全もう飛ばしか。いや、ちょっと劉備ちゃんの枠が来ないとなるとだいぶ大きな事件ですが、それともまあ白鬼たちの次寛平たちが来て、また劉備ちゃんたちが来てから猛角たちの次の李華たちのここに行くのかちょっと分かりませんが、まあ、どちらにせよ小キビが思ったより早く来ましたね。まあ、先月予想してた通りっちゃ通りになりましたが、ちょっと違うんですよね。
私の想定してた流れと、まあ、とはいうものの小機微ですね。めちゃくちゃ優秀な副将で、まあ、味方に暴走をつけて攻撃力アップすることができるバッファーになっているので、まあ、このゲームの戦役だったりボス戦を進めていくのであれば、暴走キャラクターとしては今かなりニーズの高い副将ですね。まあ、一応もう一体ニビアンっていうキャラクターがいますが、まあ、ニビアンに関しては今復活や致命無視なんかができずすぐに落ちてしまうので、ボス戦なんかで長く持たないということで、まあ、ボス戦役あと対人戦ですね。でコキビは味方の体力が高いキャラクターに初攻をつけて、付与した生後バフを剥がれない生後バフにすることができる機能があって、まあ、対人も含めるともうダントツでコキビが優秀な立ち回りができるんで、まあ、暴走キャラクターは基本的にはコキビ狙っていくのがいいかなと思います。はい、ここ終わったら次は12月ですかね、来るのが。まあ、一応ニビアンでもいいんですけどね、ニビアンまだ結婚か待ちしてるんで、結婚家でさらに伸びる可能性あるんで、まあ、致命無視とか結婚家でつくと思うんで、特にニビアンはスキル2で敵に束縛ばらまくことができるんで、まあ、暴走プラス束縛を敵につけた場合には小機微より味方の火力アップの貢献ができるんで、はい、ニビアン待つっていうのも手ですね。あとは白鬼いますね。撃砕ばらまきキャラクター、敵に体力値で勝ってる場合は状態性 100% 無視して撃砕を付与することができるんで、まあ、戦役やボスなんかでは敵に体力ステータス設定されていないので必ず勝って撃砕ばらまきが成功するというようなお手軽撃砕ばらまきキャラクターになってるんで、まあ、9点原料とかを使っている人であれば撃砕は9点原料が使えるんでいいとして、まあ、サブの方とかで、まあ、撃砕ばらまき担当にしたり、9点原料持ってない人は白鬼採用したりで、まあ、撃砕枠キャラクターとしてもとても優秀なんで、あと UR1000 の白鬼が奥義めちゃくちゃ優秀なんで、椿翡翠なんかがある人は UR1000 まで白鬼取っちゃうのはありですね。同じくコキビも、あとしてめちゃくちゃ優秀なラインナップ来るんですが、ちょっと心配ですね。リュービーたち飛ばされちゃったのか、この次の週も注目してみる必要ありそうですね。はい、そして週ギフトの方は風舞費用ということで、まあ、こちら美課金の方でも課金効率かなりいいので余裕があれば狙ってみてもいいかなと思います。さあ、そして明日は何か新キャラ来るか。あ、終わったわ。終わりましたね。あ、そう、こういう時は怠け者スタンプですね、がっつり押していただいて OK です。明日虚無会ですね。ちょっと私も押しときますね。はい、ちょっと相対さんから始まったこの怠け者スタンプ文化根強く続いてますね。はい、どうして明日虚無会ですね。あ、で、スイート強制が来ますが、はい、こちら毎日600元宝以上の購入、まあ、つまり1200円の課金を5日間ですねやることで SR のキャラクター1体ゲットできますよっていうようなイベントです。まあ、ただ SR のキャラクターのために合計6000円ですねかかりますんで、基本的にはおすすめしません。まあ、ただ一応この水筒巨星でしかゲットできない超瞬間っていう SR のキャラクターがいたりするんで、奥義をガチ名で集めてる方は1回は6000円払って超瞬間ですね狙いに行く必要がありますが、まあ、美課金以下の方は気にせずにスルーしましょう。はい、そして平和な1日になりそうですね。はい、はい、マック会もね、この前動画撮り終えたんで、ちょっとねマック会の動画コメントいっぱいいただき本当にありがとうございます。はい、またなんかやるってことで、グッドボタン押してもらえるとなんかやるかもしれないです。ちょっと今何もネタ考えてなかったです。あと YouTube メンバーシップもやってますので、テケテケのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある YouTube メンバーシップの特別動画の方もぜひ見てくださいね。はい、それでは。押す。